今日のマーティー君。イエーイマーティーだ。今日も元気ね、マーティー君ね。はい。マーティー、話せ。話せ、マーティー。偉かったね、お前。偉いね、お前は。はい、じゃあマーティー君、今日の本編行きましょう。ね。はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハルです。はい、今日はこちらで遊びたいなと思います。はい。ビンブーズルっていう、このジェリービーンズのお菓子だね。百味ビーンズって前、ハリーポッターにさったじゃん。ああいう感じなんだけど、ルーレットが入ってるみたいで、ルーレットで当たった味を食べなきゃいけないんですね。ラインナップ的には、この臭い靴下味とか、腐った卵味とか、まあこの気持ち悪い系が入ってるね。色がそっくりなんだね。だからもしかしたら、まずい方を食べちゃうかもしれないし、美味しい方を食べるかもしれないってやつだね。ちなみにビレッジヴァンガードで買ったやつだね。早速開けていきましょう。はい、こんな感じですね。ジェリービーンズこっちにいっぱいあって、これがルーレットになってます。はい。臭いんだけど。いろんな匂いが混ざってくる、超臭い。ルーレットをそれぞれ5回回して、美味しいのが出たのは OK なんでね。まずいのが出たのは1ポイントとしましょう。まずいのが出たのが多い方が負け。なるほど。はい。負けた人は負けたポイントの秒数だけ相手をくすぐる。これきついわ。だから最悪5ポイントの5秒間くすぐる。シュエー。じゃあやっていこう。最初はグー、じゃんけんぽい。お願い。チョコ来て。なんだろうこれ。ゲロ味かピーチ味かな。うっそー。ピーチ味タウン。はい、これにかける。はい、じゃあこれはここ置いといてください。はい、はい、同じ、うん、同じ同じか。じゃあこれにしましょう。はい、チョコ、また同じ、また同じ。これはゲロになる可能性があるよ。はい、じゃあ一つ目はお互いにゲロ味かピーチ味かどっちかだね。怖い。じゃあ行くよ、せーの、いただきます。はい、続いて私はこの刈り取った草味かライム味。レシン君は同じだね、ゲロ味かピーチ味。じゃあ第2回戦でいきましょう。せーの、はい。あ、ライムだ。パパ、OK。エイジン君は？さっきと違う。同じ、なんだ。ピーチかゲロなんだけど。さっきと同じ味じゃないって言うんだったらピーチじゃない？どっちなの？似てるかもしんない。でもさっきより食べられるってこと？え、やばい、ゲロだった。じゃあ第3回戦目だね、うん、これは僕が、歯磨き粉味かブルーベリー味、うん、エシン君がおむつ味かココナッツ味。もうほんと怖い。じゃあいただきます。はい、ココナッツだ。あ、これパパ歯磨き粉。あ、歯磨き粉、すげえ歯磨き粉。ココナッツうまい、すげえ歯磨き粉。でも歯磨き粉は別にね、歯磨きしてるのと一緒だよね。だからそんな口入れてるのも今わかんない。はい、じゃあ第4回戦目だね、うん、第4回戦目は僕がおむつ味かココナッツ味、うん、エイシン君が刈り取った草味かライム味ですね、うん、じゃあいただきます。ココナッツだ。やった、ココナッツ。え？刈り取った草？はい、じゃあ第5回戦だね、うん、パパは臭い靴下味かミックスフルーツ味、リシン君がドッグフード味かチョコレートプディング味、いただきます。ということで4対3でエイシン君の負け。イエーイ。じゃあ4秒間だけくすがらせていただきます。はい。
4秒短いな。ということで今回はビーンブーズルっていうですねジェリービーンズのお菓子で遊んでみました。はい、まずいジェリービーンズの確率がすごい高い。もうチョコレート食べなかったよ。ねえ、これさ匂いもさ混じってるから分かんないよ。分からん。疲れたね。疲れました。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そして今回のおすすめ動画はこの辺に出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録はこの辺からよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。